ピンツォーロは、イタリア共和国トレンティーノアルトアディジェ州、トレント自治県にある、人口約3000人の基礎自治体。トレント県外略図トレント自治県西部のコムーネ。ティオーネディトレントから、北北東へ 15km、県とトレントから西北西へ 29km の距離にある。バル連霊な渓谷上流にあり、またカンポカルロマーニョ峠への登り口でもある。 西のアダメロ山と東のブレンタ山群との間の谷の中心の牧草地の平野にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、ピンツオーロには以下の分離集落がある。トレント自治県が設置した広域行政組織コムニタディバジェ、ジュディカリエに属する。2011年10月9日に行われた国勢調査によれば16人のラディンゴワ社がいるが、 人口に占める割合は小さい。ピンツォーロは数キロのところにあるマドンナディ・カンピー・イリオ地区が観光地として有名。夏はもちろん多くのスキー場が提供される冬も重要である。歴史的に重要なものはシモーネ・ベスケ・ニスによるフレスコがシノブ島のあるサン・ビジ・イリオ教会である。コムーネの領域はバルディ・ジェーノバとバルナンブローネを含む。領域の大部分は アダメ・ロブレンタ自然公園の一部となっている。1999年6月4日には、マドンナ・ディ・カンピー・リオが、マルコ・パンターニによる勝利となるジロでイタリアの第20日目の終点となった。ここでは、以下のスポーツ協会が活動している。ありがとうございます。